はい、皆様こんにちは、キースジャガーです。令和元年2019年12月25日水曜日、クリスマスです。10時31分、おはようございます。今横浜ジャンクションを、舞鶴道入ってきました。上荒川パーキングエリアです。この先合流があります。注意してください。はい、上荒川のパーキングエリア合流です。舞鶴若狭自動車道、北行き日本海向き舞鶴向きです。制限速度80キロ、横川ジャンクションからまだ入ったところですね。出発地点です。キロポストね、 2.1 キロポストですね。今本当に舞鶴道出発したばっかりっていう感じですね。今日は、舞鶴東まで行きますんで、この前ね西でやめてるんで東まで行きましょうね。今日でちょっとカメラの電池とか調子によるんですが、おまけといたしまして、舞鶴東降りてから国道27号線あちらの方に出るまでのご案内をさせていただこうかと思います。まあ難しいこと全然ないんですけどね、出たところを右に曲がるか左に曲がるかだけの問題っていうかね、難しいことは一つもないんですけど、とりあえず実際に走ってみましょう。舞鶴西で降りた時と東で降りた時で全然街並みが違いますので、まあ、そういったところも比較されてはいかがでしょうか。はい、例によってね、キコキコ言うてるでしょう。もうお分かりですよね。もう私の動画を見てる人ならもうお分かり、さて何でしょうみたいな。120キロですね、今現在。まあ82万とはいえ、これまあ中堅ぐらいですね。そんなにボロい車ではございません。はい、三田西出口、三田西インターです。この先合流があります。注意してください。三田西インター合流多いですね。交流区間こんだけしかないんでね、怖いですよね。三田西インターでした。制限速度80キロです。舞鶴若狭自動車道は2車線の区間はほぼ80キロだと思って結構です。1車線に絞り込みの区間、1車線の区間は70キロになります。でまあ工事してたりとか雪降ってたり、まあ事故してたり、そういうことございますと制限速度50キロとかに規制はされますが、一応規制が何もかかってなければ制限速度80キロか70キロか、まあどっちかかなみたいな、そんなことでいいかと思います。試しにあれです、ちょっとだけ拡大してね、撮影させていただいてるんですよ。前回の舞鶴道走った時と違ってちょっと文字が大きく映るかなみたいな、まあ、拡大してる分ですね、角度がシビアなんですよ。はい、丹南笹山16キロ、春日が30キロ、その先ちょっと読めませんでした。イラッとなんでいつものごとくです。早いのか遅いのか分からんね。
があまりいいと窓に映り込んでしまうっていうのがあるのと、あとトンネル入ったらまあ映り込むでしょうね。どれぐらい映り込むかによってちょっとまた文字で弾幕を貼らないといけないというか、一応 顔出ししようというつもりが全然ないので、拡散でもいいけど別に、ただ出演する気はないので、映り込んでしまったらちょっともう文字で隠します、いつものごとくです。もうね、映り込みだらけになると大変文字ばっかりで見苦しい動画になってしまいますが、まあ、曇ってるよりは天気の方がね、見晴らしはいいですよね。80キロの道路なんですが、76キロ以上の速度が出せません。うちの会社は76キロ以上で4秒以上走りますと、あ、始末書書かないかんとかね、まあ、始末書も書かないかんし、そのね、私大阪の方の所属なんですが、東京の本社とかあっちの方にもなんで4秒以上スピード違反したんやみたいな、そんなことになるんですよ。だから80キロの道路やとはいえ80キロ出せないんですよね。だもんで追い越しができません。でずっと左走るしかないんですけれども、私の車制限速度すら出せないっていう。なのでこの道路走ってる中で一番遅いのが私っていうことやったらまあ平和なんですが、たまにね私より遅いのがいるんですよ。それ追いついてしまった時に、さっき目の前に見えてる黄色いやつも一回追いついたんですけども、まあ抜きに行こうとしたらあれ抜けないですよね。たまたまその気分というかね、適当に走ってて黄色いのは遅いだけで、別に私のように足かせがついてるわけじゃないと思うんですよ。今だから80キロオーバーぐらいで走ってるのかな、あの車は。私の車はね、73キロぐらいでオートクルーズかけてる感じですね。で、今から下り坂になりますが、73キロこのままで行ってしまうと、ちょっとスピード出すぎるのでブレーキ踏まないとダメですね。お、コルベット来たな。懐かしい、かっこいいな。はい、これがシボレーのコルベットです。かっこよろしいね。前の肩ぐらいかな、あれ。かっこいいですな、アメ車は。言ってくれるんだろうか、 300m 先、ありがとう。してるみたいなんで、80キロの道路なんですが、ここから50キロの規制になりました。50キロの速度規制です。ワンボックスむちゃくちゃやな。誰やこんなやつに免許を渡した。今現在12キロポストまで来ましたね。さっきサンダーにしてないわ、上荒川ですよ言ってた時が2キロぐらいやったんで、約10キロ進みました。令和元年2019年12月25日、水曜日やったかな、10時40分です。クリスマス。
ます。いかがお過ごしでしょうか。私は仕事しております。最近どうなんですかね、あのクリスマスとかお正月はちゃんと皆さん やっておられるんでしょうか。私は今年たまたまね、あの大晦日まで夜勤するので、元日と2日があのたまたま今年っていうか来年はお休みということで、珍しいパターンです。ここ3年ぐらいね、3年じゃないの、5年ぐらいかな、ずっとあれですわ、三が日は毎日お仕事みたいな。5年ぐらい前は思いっきり雪降ったっけ。その時多分舞鶴かどっか行って雪かき分けながら仕事しとったと思うけど、正月早々こんなんかいみたいなね。まあ今年はお休みできるということでありがたく、まあ、お休みしてしまうとねお年玉もらえないんでね、それがちょっと残念です。するし跳ねるしギコギコするし、ややこしいね私の車ね、これ。うちの会社ね、いすゞの車ね、10台か20台か、まあ、数えてないんでちょっと分からんけど10台以上あるんですよ。でいつも別の車乗ってるかな。まだ同じ車何回も撮影してるってことないと思うんですけれども、まあ新車乗ろうが別に、今日のこの82万8231キロのこの車乗ろうが、もっと古いやつ乗ろうが、結局はギコギコですよね。実はどれ乗っても、トラックとしての走行性能としてその足回りが柔らかすぎるっていう、まあへたるのも早いと、そしてね、ダンパーとか、まあ、バネも板バネもそうやけど、足回りは心もとないわ、椅子はギコギコやわ、もうあれですよ、新車のうち初めの10万キロぐらいですわ、あの乗り心地いいの。それ超えたらね、まあ、あの自分で運転してて酔うんちゃうかなっていうぐらいね、あの乗り心地悪いですけどね。もうダントツですわ、日野乗っても、フソ乗ってもね、あの UD 乗ってもこんなことないんやけど、鈴間ひどいねって言って毎回あのディスっております。釣り込むな釣り込むな、天気良すぎるな、やっぱり。でも出雲と違って釣り込むパーツがでかいね、やっぱ拡大してるからかな。私の全身が映るっていうよりはあの左手が映るから、ちょっと左手今隠してるんですけどね。あの多分この日陰から出たところでまた映り込む感じかな。パッとこんな感じ。舞鶴若狭自動車道北行き、舞鶴方面、敦賀方面行き、制限速度80キロです。 17.4 キロポストで丹南第一トンネル入りました。めちゃくちゃギコギコしてるでしょ、めっちゃ乗り心地悪いですよ本当にね。あしんどい、このピッピピッピ言うてるのは何かと言いますと、私ハンドル持ってる手がぴょこぴょこ跳ねるもんやから、まあまあ小刻みに触れるんですよハンドルが。まあ、それが居眠り運転で蛇行運転してるというふうにトラックのコンピューターが判断しまして、おい起きろということでピッピッ鳴らしながら、クーラー全開みたいなね、真冬で寒いよって言ってる時にクーラー全開みたいなんで
叩き起こすみたいな、そういう機能が5つはついております。そうじゃなくて、叩き起こしてくれんでいいから、もうちょっと乗り心地よくしてくれよみたいな、まっすぐ走るのが難しいわみたいなね、ハンドル手離しとかんと、ハンドル持ったら自分の体が揺れたら一緒にハンドルも揺れてしまうみたいな、そんなことになってますけど、今の長い目のビーピーっていうのは、速度が、高速度速度違反みたいな、オーバーしそうだよみたいな警告のあれですね。あっちこっちピーピーいます。で、急ブレーキ踏んだら急ブレーキ踏んだで、急減速や言うてね、点数がまたバーッと引かれたりするんですよ、そんな。トラックどんなんかなっていうの、興味ないですかね。今時のトラックは、GPS でもう位置把握されてます。どこ走ってるかとかね、もう四六時中見張られてます。でもう昔からその GPS とかなる前から昔からそうなんですが、一応大型トラックに関してはタコグラフっていうのでね、スピードとか回転数とか全部監視されております。監視っていうか記録に残ってます。だからまあスピード違反とかしてね、いやいやスピード守って走ってたよって言っても、パカッと開いてみたらば、お前100キロで走っとれないかとか言ってね、バレバレなんですけどね。そうなると、まあいろんなものがついてあります。で、私の車は360度全部撮影してあります。荷下ろし作業の時もどんな作業してるんか、ちゃんとやってるんか、マニュアル通りやってるかどうか見張られてるというか、カメラで撮影してるので、ちょっとでも変なことをしてなんかトラブル起こした場合はその録画を元にやられるんですけどね。で、この室内今喋ってます、これはね、録音されてます。会社によっては録画録音っていうところもあるみたいですけどね。社内のプライバシーが全くないわーって、そんなのが原因で辞めていく人とかもおるみたいですけどね。はい、いらんこと言うてる間に丹南笹山口です。丹南笹山口は、22キロポストかな、これ22キロポスト10時49分です。50分になってほしかったけどね、10時49分です。丹南笹山口インター 22.4 キロポスト。この先、合流があります。注意してください。舞鶴若狭自動車道の北行き、舞鶴敦賀方面行き、制限速度80キロです。丹南笹山口インターからの合流。福知山まで31キロと書いてますね。舞鶴東まで行くので福知山越えて、綾部越えて、舞鶴西越えて、まあその次ですね。結構まだありますね。あと60キロぐらいか、1時間ぐらいあんのか、遠いね。はい、次が錦サービスエリア。錦サービスエリアはガソリンスタンドございます。錦サービスエリアを過ぎるとしばらくガソリンスタンドがないので、燃料切れにご注意くださいということで案内がありましたね。はい、ここから春日まで13キロ、福知山30キロ、舞鶴66キロとなってあります。 23.7 キロポスト。ギコギコするな。もう今度舞鶴道紹介するときはトレーラーかなんかでギコギコ言わんやつで紹介したいですね。ちょっと
もうずっと音これもうあの一時的なものじゃなくてずっとうるさいんでごめんなさいね。ちょっと変で変なことになってしまってるけど、はい、ね、あの余談なんですが、この錦サービスエリアのあたりで雪が降ってるよとか積もってるよとかいうときは錦サービスエリアで一回止められます。このね、高速道路の本線バリケードされて一回全ての車が錦サービスエリアの中に入れられるんですよ。で、ちょっとタイヤ見せてごらんって言って、タイヤ見られます。おっさん2人ぐらいでね、懐中電灯照らしながらでタイヤ見せて、まあスタッドレス履いとったら、あ、OKOK、OK OK、行ってらっしゃいみたいな。まあ夏タイヤの方は多分ね、あかんよーって止められてタイヤチェーン持ってるってやられると思うんですけどね。チェーン着脱場と書いてあるでしょ。だから一回雪積もってる時はここでもバリケードされて、サービスエリアの中に全ての車が放り込まれてタイヤチェックされた後にまた出てくるみたいなね、そんな風になるんですけども、この先合流があります。錦サービスエリア25.6 キロコスト、10時52分ですね。上り線下り線両方ともエネオスのガソリンスタンドございますね。錦サービスエリアからの合流です。あ、跳ねるな。椅子だけじゃなくて足回りも悪いわ。ジャンクションから撮影開始してるんですが、横川ジャンクションの2キロ手前ぐらいに赤松パーキングエリアがあります。その赤松パーキングエリア行ってトイレ済ませまして、今日はねちゃんと焼きたてパン買ったんですよ。焼きたてパン買って温めていただいたんやけど、撮影してるから全然食べられへんね。しばらく何も喋ることがない区間がしばらく続くんで、パン3つせっかく温めてもらったんで食べたいなとか思ってるんですけど、いかがでしょうか。黙ってもいいですかね。黙ったら寂しい感じでしょうか。 27.2 キロポスト、舞鶴若狭自動車道の北行き、舞鶴、敦賀方面行き、制限速度80キロです。2019年の12月25日水曜日クリスマス、10時54分です。また蛇行運転やりてクーラーを全開で出しやがる。寒い、やめてくれ。寒い寒い、拷問や。パーキングエリアまで22キロと出ましたね。今 28.3 キロポストなんで、横川ジャンクションから40キロ地点ぐらいですね。武藤部パーキング、はい、丹波第一トンネル、何メーターか見るの忘れました。丹波第一トンネル、丹波哲郎ね、そういう人がいましたよね昔。丹波哲郎と一緒にセットで思い出したのが梅宮達夫さんですよ。81歳やったかな。ご冥福をお祈り申し上げます。梅宮達夫さん、俳優としての梅宮達夫さんもあれやけど、どうやろね、料理人なんだな。たっちゃん漬けって言ってね、なんか株かなんかお漬物かなんか売ってましたよね。80歳でお亡くなり、癌かなんかやったかな。昭和の大スターがどんどんいなくなっていく感じですけどね。そん
なことを思い出してしまう丹波第一トンネルでした。元はといえば丹波鉄道なんですけどもね。うるさいなこの椅子、ピコピコ、ほんま座ってられへんね。ちょっとケツ浮かしたらね、こうやって黙るんですけどね、空気椅子状態にすると黙るんですよ。こうやってね、座らなきゃいいみたいな、何のための椅子やみたいなね。ずっと立ってるわけにいかないので、立ちこぎするわけにいかないので座りますけれども、あーうるさい、うるさい。下り坂速度注意 4% です。結構きついです。速度注意、制限速度80キロの道路です。丹波市に入ります。内山まで22キロと出ました。今現在 31.3 キロポストなんで、横川ジャンクションから22足すと 53.4 か、まあ、53.4 キロですね。福知山インターまでね、横川から捕まっておりましたね、今パトカーに。パトカーに続けって書いてたんで、あれ事故とか故障じゃなくて多分、捕まりましたね。下り坂スピード乗ってしまうんでご注意ください。80キロの道路です。あーギコギコうるさい。まあまあストレス溜まりますね。すみませんね、動画も耳がおかしなるでしょ、ギコギコね、ずっと耳障りなこの甲高いギコギコ音が。気にしなきゃそうでもないよみたいな、言わんかったらいいのにっていうことをやったら嬉しいですけど、32.6キロポスト10時58分、かなりきつい下り坂が、かなり長い区間にわたって続いております。 4.3% かなり強いですね。アンチブレーキ切ったらもうすぐオーバーするわ。この映り込みが嫌やな、やめてー。身を隠しております。排気ブレーキだけで止まりませんわ、もうブレーキも不満と。脱着場2キロ、これ分かりにくいんですよね。春日インターの手前ぐらいにあるのかな、ちょっと広いところがあるはずなんですけどね。忘れなかったらここやって言いますからね。まあ忘れると思います。はい、34キロポストまで来ました。10時59分、春日インターまで2キロ、もう動画32分か。あと1時間ぐらいありますね、舞鶴東までね。長い動画になるな。次から綾部ジャンクションあたりから撮ろうかな。もうあんまり長いですよね、ちょっとね、編集するの大変なんでね。もう次から綾部ぐらいから撮ることにしましょうか。綾部から撮ってしまったらもう言うことがあんまりなくなるんですけどね、今度ね。一区間一区間が長いだけで、結局出口とかいうのがあんまりないんで、もう、インターでね。三戸パーキングまで15キロ。35.1 キロポストなんで、ちょうど50キロあたりに、50キロポストあたりに三戸パーキングがあるかと思います。はい、春日丹波。春日出口は一旦で出られましてというか、まあ、降りなくていいんですけれども、左の方に春日出口出られましたら、左料金所区口って左側が出口やったっけ、
で右側が北近畿豊岡道という方に入りまして、氷上とか、和田山、矢部、豊岡、そっちの方に行くんですけどもね、ちょっと終点の名前忘れました。八日氷ノ線の次のやつ、あれの名前忘れましたけど、はい、丹波出口11時01分 36.3 キロポストです。この先合流があります。春日インターです。注意してください。36.5 キロポスト春日インターの入り口合流です。11時1分01分制限速度まだ80キロですね。福知山越えたら1車線になるんかな。で、まあ1車線になったら70キロに制限速度下がりますんで、またその時言いますね。はい、37キロポストです。舞鶴若狭自動車道の北行き、舞鶴、敦賀方面行き、制限速度80キロです。2019年12月25日水曜日クリスマス11時02分です。福知山が16キロ、綾部が26キロ、舞鶴52キロと出ました。はい、現在 37.6 キロポスト。わあ、霧がすごいね。こんなお昼前やけどまだ霧があんだけ出るんやね。あ、もう朝とかね、明け方だけかなみたいなつもりだったら、これ霧か山火事かみたいな。山火事やったら嫌やね。引き返さないかんぐらいのあれですね。3キロポスト下り込みながらの左の R400 です。まあまあきつめのカーブで下り込みなんで事故注意してください。宇都部パーキングエリアまで10キロ、39.6 キロポスト、今から10キロですね。宇都部パーキングエリア日が奥トンネル336メーター、あたりの住所は丹波市春日町みたいですね。もう家も何にもなくて、ひたすら山しかないのでカーナビ見ても何にも書いてないですけどね。40.6 キロポストまで来ました。05分です。ちょっといつもに増して細かく刻んでます。キロポストも言うようにしたのと、あと時刻も細かく刻んでます。要所要所で言えばいいんですけどね、要所要所っていうのはいらんことを言ってて忘れることが多いんで、まあ要所で言わなくても直近のやつで近いやつで大体ああこれぐらいの時間かみたいな分かっていただければいいんじゃないでしょうか。はい、下り坂が始まります。 3.4% 結構きつい下り坂です。
きついなあこれ。結構きつい下り坂と、まあ急カーブというほどでもないんですが、カーブもございます。450の R、 まあ制限速度ぐらいで走っていただければ十分曲がれますので、まあ、変にブレーキ踏まなくていいと思います。ただ出しすぎには注意してください。さっきみたいにあのパトカーに続けって言って やられると思うんでね、スピード違反はしないでください。 42.3 キロポスト舞鶴若狭自動車道北行き舞鶴方面行きです。春日インターを越えて福知山インターに向かってるとこですね。分かりやすい車が抜いてくれたな。あの佐川急便さんはね、多分あの80キロちょうどぐらいで走りはると思うんですよ。こっちはね、あの73ぐらいで走るんで、じわーっと離れていくと思います。佐川さんもね、あのスピードあのオーバーして90キロで走るわとかそういうことじゃないと思うんで。まあ、あれくらいのスピードが80キロやと思ってください。分かりやすいペースメーカーとかね、たまにね、あの80キロの道路や言うてんのに60キロくらいで走ってる佐川さんとかおるんですけどね。まあオーバーしてるとこはあんま見たことないですね。日通さんもそんなにオーバーしてるとこ見たことないね。はい、武藤部パーキングエリアまで6キロまで来ました。だいぶ来ましたね。 43.8 キロポスト、やっぱり50キロポストくらいで着きます。丹波第二トンネル1438メーターです。第一トンネルから第二トンネルまでが結構遠かったんですね。武藤部パーキング行くまでちょっとパンかじろっかな。いいですか黙って。眩しい、チカチカされたら眩しい、見えへん、危ない、突っ込みそうや。目の高さでチカチカするのやめてほしいな、本当に。工事現場とかでもあの夜あの明るすぎるやつなんか目くらんでしまって全然見えんようになるんでね、あの工事のおっさんおったら引いてしまうような感じですよね。はい、ちょっと黙ってパン食います。兵庫県から京都府に入りました。福知山市入りました。福知山インターまで8キロです。パーキング3キロ、綾部パーキングが24キロです。
食べ終わりました。あと2つどないかして食うてやろう。でもムトベパーキングそろそろ言わないかんので、ムトベパーキング超えたら感じろかな。 47.8キロポスト、ムトベパーキングまで2キロです。3.2% ですね。ここもまあきつい下り坂です。はい、ムトベパーキング、ムトベパーキングです。ムトベパーキング、11時13分、49.9キロポスト。はい、50キロポスト、横川ジャンクションから50キロ来ました。ムトベジャンクション、ムトベジャンクションじゃない、ムトベパーキングエリア、何でもジャンクションにしてたらね。はい、ムトベパーキングからの合流です。50キロ、 50.3キロポスト、11時13分です。この区間2車線なので制限速度80キロの区間です。はい、しばらく黙ってパン食べます。ごめんなさい。うまいなこれ。塩バターロールうまいな。近づいてまいりました。福知山インター降りますと国道9号線、国道9号線は鳥取島根山口の方に山陰の方抜けていきます。はい、ここから70キロ、ここから70キロです。制限速度変わりました。80から70に落としてください。 52.8 キロポスト、1車線になりました。53キロポストで1車線です。11時16分 53.1 キロポスト、11時16分で、福知山インターチェンジ、福知山インターです。この先合流があります。
回福知山インター合流です。入り口合流。53.8 キロポスト。11時16分。制限速度は70キロ。まあまあきつい下りと R400 の右カーブ。白バタロール見えなこれ。出入り山崎。京都縦貫の分岐が 12.5、 舞鶴西がちょっと読めませんでした。 55.8 キロポスト。11時18分です。はい、まもなく56キロポスト。右側のこのクレーンのこの工事がこれ待ち遠しいですね。早く開通してほしいな。これ今1車線で対面通行なんですが、これ右側できたらこれおそらく片側2車線であの絞り込みなくなってねすると思うんですよ。福知山まではずっと2車線なんですけども、福知山越えても舞鶴小浜あっちの方行くのにまあ2車線になったり1車線になったり忙しいんですよ。で制限速度70キロやし、あの後ろついてきてる車がもうしびれ切らしてね、すごい煽り倒してくるんでね、追い越し区間とかやったらもう本当にもうね、目の敵か親の敵かいうぐらい、もう無理してでも、もうぶつけてでも抜いてやろうみたいな、そんな勢いで来るんでご注意ください。はい、綾部市、京都府綾部市に入りました。住所的にはね57.3 キロポスト。11時19分です。トンネル見忘れ、ごめんなさい。辛いカフライがあるんでね、あれをかじると、ね、このトンネルもあのバカにならないですよ。かなり下り坂きついんでご注意ください。キロポストまで来ました。舞鶴若狭自動車道北行き、舞鶴方面行き。制限速度、今の現在の1車線区間は70キロです。
70km となっております。後ろにいる車1,2,3,4 5台ぐらい来るかな。5台目の大型トラックは無理やり抜きに来るかな。70km の区間、70そこそこで走ってるんですけれども、おそらく2車線になった途端にもう本当に死に物狂いで抜きに来ると思いますね。まあね、むしろ続き回してくるぐらいやったら抜いてくれっていう感じですけどね、こっちも。まあ綺麗に抜いてほしいよね。もう抜かれる側がブレーキ踏まないかのような抜き方をやめてほしいね。ほんまぶつけに来よったわみたいなおるからね。綾部パーキングエリアまで9キロと出ましたね。綾部パーキング9キロ、 62.2 キロポストです。11時24分、62キロちゅうことは9足したら71キロポストぐらいで綾部パーキングです。はい、追い越し禁止区間ここで終わりっていうことは、ここは追い越し区間なんですが、追い越し区間もね2キロぐらいしかないから、短いんですよ。なので抜くんやったらもうさっさと抜いてほしいっていうかね。追い越し区間終わって矢印出て閉じられる頃になってからようやく抜きに来るんでね、みんなそういう危ないことはやめていただきたい本当に。はい、2車線になりましたんで、ここから80キロです。私は80まで出しませんので、減速して抜いてもらおう。わざとゆっくりして、はい、1台2台3、4 4台は来るな。もう1台ぐらい来えへんかな。みんな抜いてくれ。 63.4 キロポスト、綾部インターです。綾部インター出口、綾部インター出口、 63.6 キロポスト、11時25分です。合流があります、注意してください。はい、綾部インターの入り口です。同じく11時25分で、63.9 キロポスト、64キロポストですね、合流。はい、大型も抜きに来たね、こうやって。綾部ジャンクションまで4キロ、舞鶴西まで12キロ、舞鶴まで26キロとなっております。舞鶴っていう出口あったっけ。舞鶴西の次、舞鶴東かと思ってたけど、舞鶴っていう出口あんのかな。ないと思うけど。舞鶴西は綾部と舞鶴の境目ぐらいにあるんですよね。まあ、舞鶴に入ってはいるんですけど、綾部寄りなんですよ、やっぱり。で、舞鶴っていう26キロっていうのもおそらく出口はないけど、舞鶴の中心地ここやぞみたいなところが26キロっていうことかな。舞鶴東まだ先かな、30キロくらいある。じゃないな、私の目的地25キロとなってるから、舞鶴西で降ろさせるかな、ちょっと分からんけど。
舞鶴東が25キロ先かなっていう気はしてます。ちょっと行ってみないと分かりません。 65.4 キロポスト11時26分です。いい風呂です。いい風呂。で思い出したんですけどね、あのいい風呂ってまあ風呂はみんないいんじゃないのってみんな思うかもしれないですが、悪い風呂もあるんですよ。たまにね、悪い風呂。66キロポストです。間もなく綾部ジャンクションなんで悪い風呂の話後にしましょうかね。66.2 キロポスト11時27分です。綾部パーキングエリアまで4キロと書いてましたね。城山トンネルが603m。この辺り、綾部の辺りは綾部ジャンクション越えるまでは2車線続くんかな。追い越し区間2キロぐらいしかないよって言ってたけど、それ舞鶴越えて小浜とかあっちの方の話かな。ちょっとねだいぶ長いことはあっちも行ってないんですけど、私はもう白く地を煽られるイメージしかないんで、あの舞鶴とかね。綾部ジャンクション 900m と出ました。天の橋立、京都市内方面、京都縦貫道をご利用の方は左に出られてください。 67.3km ポスト、まもなく運気を制限速度80、京都縦貫道、京都宮津と書いてございます。 67.7km ポスト、11時28分。左が京都縦貫道、まっすぐこのまま行きますと舞鶴若狭自動車道、舞鶴敦賀方面、北陸道と書いてるね。はい、綾部ジャンクションです。綾部ジャンクション、京都縦貫道はこちら出てください。舞鶴若狭道はこのまままっすぐです。 68.2km ポスト、11時29分。いい肉の時間ですね。この先合流があります。注意してください。はい、綾部ジャンクションです。これは一般道ではなく京都縦貫道から入ってくる車となってます。68.6km ポスト、11時29分。舞鶴若狭道北行き、舞鶴敦賀方面行き、制限速度80キロです。チェーン着脱場、さっきの春日のやつ言うの忘れてたね。2キロ先と書いてます。まだ広くなってるところがあるんですね。2キロぐらい先。はい、69km ポスト、 4.5%、 かなりきつい坂ですねこれ。今日一番じゃないかな、この 4.5 は。かなりきついですよね。はい、動画撮影時間1時間超えてきましたね。ちょっと遠かったな。綾部ジャンクションからでよかったかな。それはそれで手抜きすぎかな。綾部ジャンクションからでも20分ぐらいの動画になるんか。全部カットしたろうかしら、前半戦。70キロポスト、横川ジャンクションから70キロの地点まで来ました。11時30分です。横川ジャンクションが何分やったか忘れたね。何分ぐらいで70キロ走ったのかちょっと知りたいね。まあ、1時間ぐらいかかってるんじゃないかと思います。1時間で開けへんかな、私の車やったら。はい、綾部パーキング、綾部パーキング、チェーン着脱場と書いてますね。2キロ先っていうのは綾部パーキングのことやったんか、ね。 70.6km ポスト、11時31分です。 70.7km ポスト、綾部パーキングエリア入り口じゃないわけ、綾部パーキングの出口合流ですね。
定速度80キロです。早めジャンクションを越えても 2車線のままですね。寝てたし見てたしというか、あスピードが出すぎる。これ踏まないかな。自動車道北行き舞鶴方面行き、制限速度80キロ、令和元年2019年12月25日水曜日クリスマスの11時32分です。していたいぐらいの時刻やけどね、入り山崎寄ったりしたんが時間食うたかな。でもまあせいぜい10分ぐらいだと思うけどね。タイムロスも20分ぐらいロスしてるとしてなんやろ、まあ、黒谷マグラトンネル何メーターかまで見れんかったね。舞鶴西が出口がやってきそうな気配なんですよね。パン今2個食べたんでそんなにお腹空いてないんでね、じゃあ食べるなっていうことですよ。先で右側車線なくなりますね。また1車線に戻ります。1車線になったらおそらく70キロになるんじゃないかと思います。トンネルを出ますと右車線なくなります。はい、まもなく舞鶴西出口、右側車線がなくなりまして、まもなく舞鶴西出口、ここから70キロ、 75.7 キロポスト、11時35分かなりきついですよ下り坂。舞鶴西インター出口76キロポスト、横川ジャンクションから76キロ、はい、1車線の区間制限速度70キロです。舞鶴西インターです。まもなく舞鶴西インターの入り口合流がございます。注意しております。
76.8 キロポスト、11時36分。舞鶴若狭自動車道北行き、舞鶴ここやな、鶴ヶ方面行きです。さっき北陸道と書いてましたね。北陸道まで繋がってんのかな、手前で一般道降ろされんのかな、ちょっと分かりません。北陸道まで繋がるような、最近の話だと思うんですよ、比較的。どうだろう、私がこの辺走ってた時代っていうのは小浜とか高速道路までなかったと思いますからね。国道27号線うんざりするぐらい渋滞してるなみたいなイメージしかないんですよ。はい、舞鶴東9キロ、大井高浜22キロ、駿河が読めなかった、ごめんなさい。大井高浜、はい、78キロポストです。大井高浜とか大井と聞くと大井中村くんやね、大井追っかけ音次郎みたいな、そんな感じではないでしょうか。違うね、多分。78.3 キロポストです。11時38分。もうこの辺りの山は住所的には舞鶴市です。79キロポストまで来ました。11時38分。朝の4時くらいからやってるんでね、7時間40分くらいか。休憩といえばさっきのデイリー山崎の10分くらいですね。ちょっとこれ舞鶴の配達は知れてるんですけど、舞鶴の帰り道で三田に寄らないといけないんですよ。その三田のお客さんが結構変更のお客さんでね、かなり厳しいお客さんで、ちょっと時間通り行ってもなんかごちゃごちゃ、なんか一言嫌み言わな気すまへんみたいなおっさんなんでね、あんなとこ潰れりゃいいのにと思いますけど、いやいやながら行かないか。そっち急ぐのであんまりこっちゆっくりしてられへんのですけどね。はい、後ろおとなしくついてきてますね。抜かれませんでした。まあ、追い越し区間短いんでね、こうやってね。81.4 キロポストです。81.5 ぐらいで、絞り込み、また1車線に戻って、70キロの制限になるのかな。まあ、そうなるかと思います。東インター出て、東に500メーターで舞鶴マルシェという道の駅があるか。それ行ったことないな。帰り寄ったのかな。まあいいか、ちょっと無駄遣いばっかり、金ばっかり使ってね、仕事してるんだか観光してるんだかみたいなことになってますけれどもね。舞鶴西の方に出てトレトレセンターとかね、あっちの方はよく寄るんですけどね、こんな山の中にあるような道の駅寄ろうって思わないんで、なかなかね、今まで舞鶴東で降りても右には曲がるけど左には曲がらんみたいなことで寄ったことがないんですけど、もしあれやったら寄ってみようかな。そんな時間ないか。
なんせサンダーのお客さんとか行くのが憂鬱でしゃあないね。 82.6 キロポストです。2時から4時の間に、その2時間の間に行きゃいいんやけど、きついなあ。下り 4%、 下り坂残り1キロ、水面速度70キロ、 83.1 キロポストです。11時42分。あ、そうや、思い出した。いい風呂の日があるんやったら、まあ、悪い風呂もあるんじゃないのっていう話で、悪い風呂の話ね。まあちょっと昔の話で、15年ぐらい前かな、長距離やってた時の話ですけれども、悪い風呂がありましたね。あんまりね、あのお風呂ってあの気持ちのいいというか、体洗ったり温まったりするところで気持ちのいいイメージがあると思うんですけれども、そんなことで私もあの長距離で仕事終わって、あの旅の汗とか赤を落とそうかなと思ってお風呂をお借りしたんですよ、さんとこで。で入ったらね、あの白い蛇がいてね、もう気持ち悪かった。あれ熊本県の八代いうとこやったけどね、八代やったかな、人吉やったかな、ちょっと忘れた。あの熊本市よりもっと南の方で、鹿児島との県境ぐらいですけどね。お風呂にね、お風呂場にヘビがおったんですよ。もう私大阪の都会っ子なんでね、あのそんな慣れてないから、もうキャーって悲鳴上げて飛び上がりましたけどね。まあそんな感じで、悪い風呂っていうのはそういうことです。お風呂でヘビこう取ったらあかんね。ヘビとかムカデとか お風呂から出てきたら、もうそれ間違いなく悪い風呂やね。そんなんで温泉が湧いとったとしても悪い風呂やね、それ。ああ、それで言うたら別府温泉のあの露天風呂がヘビおったか、そういえば思い出したな。別府温泉いつ行ったかな、去年の秋やったかな。あん時はあれや、露天風呂にヘビ来ましたわ、そういえば。はい、舞鶴東目的地着きます。11時44分、 85.6 キロポスト。舞鶴若狭自動車道北行き、敦賀方面行き、一車線区間なんで制限速度は70キロ。まもなく舞鶴東出口、舞鶴東インターです。お疲れ様でした。12月1日ぐらいから言い始めてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。長時間、もう1時間、これ17分、もう1時間以上の動画、毎度毎度すいません。長時間ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼いたします。っていうかあれか、そうや、おまけで舞鶴東、あの27号線出るところまで紹介するって言いましたよね。もうちょっとあと、じゃあ 2,3 分じゃないわ、 2,3 キロで5分ぐらい、あのお付き合いください。最終的なキロポスト言うの忘れた。11時45分になりました。舞鶴若狭自動車道の舞鶴東インターを出ていきます。東インター、これ出口の ETC、 これ一つに絞り込むんでご注意ください。右から乗用車来てんだ、これ。ブレーキ踏んでよ、油断ならんやつ。はい、もう看板見た通りです。左側舞鶴市街と書いてて、右側が敦賀と書いてて、国道27と書いてあります。舞鶴港、舞鶴港のフェリーね、北海道行くんちゃうかな、多分そんなんやったと思います。あ、舞鶴赤レンガパーク、あそこに市役所があるんやったっけ、何やったかな、ちょっと忘れましたが、警察署か、舞鶴警察か。
市役所はこっちじゃないわ。舞鶴警察が赤レンガの横にあるのかな、多分ね。でその舞鶴警察過ぎてもう1キロぐらいまっすぐ進むとあのフェリー乗り場があって、まあ海ですよね。まあ、赤レンガのあの辺りからイージス艦とか空母とか見れます。舞鶴 の海上自衛隊の港は総監部かなんかいうのがあの本部みたいなのがあるんで見応えありますよ。ようそんな知らんことをペラペラ言うもんだみたいな。調べておりません。あの自衛隊のこともそんなに知らんので、そないっていうかね、全然知らないんで間違ってたらごめんなさい。はい、舞鶴東インター降りまして右に曲がりました。で、この 1.8 キロでドンつきますので、それを左です。すると数百メーターで27号線またドンつくと思います。右に行くと敦賀、左に行くと舞鶴、赤レンガとかも左ですね。まあ、自衛隊にあの土日とかの見学会みたいなのやってると思うんで、海上自衛隊の見学行ってイージス艦とか見せてもらうとかいう方は、舞鶴西で降りるの東で降りるのどっちがいいのと思うかもしれないですが、まあ、好みの問題ですけど東の方が若干近いんじゃないかと思います。舞鶴西からでも本当に時間はかからんけどね、まあ、どっちが空いてるって言ったらこっちの東の方が空いてますね。ちょっとあの錆びれてるとまでは言わんけども、舞鶴西ほど の交通量ないと思いますね。はい、現在時刻11時48分になりました。現在県道、これ何番やろね、県道何番かちょっと分からんけれども県道走ってます。京都不動やね。不動って言いにくいんで、もう大阪府でも京都府でも東京都でも全部県道と言ってますけどね。私はおよそ700m 先左方向です。北海道行ってもあの道々とは言いませんからね、私は県道と言いますけどね。北海道行きフェリー乗り場新日本海フェリー左折5キロと書いてますね。これ焼肉屋があったんちゃうかな。焼肉屋を目印で左ですとか言うてもややこしいな。まあどんつくんですよこうやってね。これが27号線。はい、ご視聴ありがとうございました。27号線までご案内しましたので、あらーちょっと信号引っかかった。焼肉屋うまそうだな、看板見てるだけでうまそうやな。はい、ご視聴ありがとうございました。ちょっと目の前になんとなく観光地っぽいこともないか、別に旅館の看板とか見えるかな、こうしよっか、ね、旅館の看板。はい、11時50分になりました。ご視聴ありがとうございました。また帰り道録画いたします。失礼します。